ポールウォーキングとノルディックウォーキングの違いを説明します。歩き方やポールも違いますよ。シナノ TV。 こんにちは、かなこです。お客様からご質問をいただきました。ポールウォーキングとノルディックウォーキングというのは何が違うんですか？毎日の散歩でポールを使いたいと思っています。どっちがおすすめですか？ポールウォーキングとノルディックウォーキングの違いは大きく分けて3つあります。まず1つ目は歩き方、そして2つ目は効果、3つ目はポール。この3つの違いを詳しく説明します。まず歩き方の違いですが、ポールウォーキングはポールを前につく前方スタイルという歩き方です。映像のようにポールを体の前につきながら歩きます。ノルディックウォーキングはポールを後ろにつく後方スタイルという歩き方です。こうやってポールを体の後ろにつきながら歩きます。ということで、歩き方の違いはこちら。ポールウォーキングはポールを前につく、ノルディックウォーキングはポールを後ろにつく。ポールウォーキングとノルディックウォーキングは運動量が違います。なので自分の体力や目的に合わせて選びましょう。ポールウォーキングとノルディックウォーキング、運動量が多いのはどっちだと思いますか？運動量が多いのはポールを後ろにつくノルディックウォーキングです。ノルディックウォーキングはもともとクロスカントリースキー選手のトレーニングとして使われていたくらいなので、びっくりするほど速く歩けます。本格的にスポーツを楽しみたい方やカロリーをたくさん消費したい方にはノルディックウォーキングがおすすめです。ポールウォーキングは長野市の整形外科医によって開発されたもので、足腰への負担を軽減しながら歩くことができます。気軽に運動したい人や始めたばかりの人にはポールウォーキングがおすすめです。ということで、効果の違いはこちら。ポールウォーキングは足腰の負担を軽減しながら気軽に歩けます。ノルディックウォーキングは運動量が多く、本格的にスポーツしたい方におすすめです。ポールウォーキングとノルディックウォーキングはポールの形が違います。違うのはこちらの持ち手の部分と先端の先ゴムの部分です。まず持ち手の部分ですが、ポールウォーキングは手を横から差し込み、ベルクロバンドで軽く固定します。ノルディックウォーキングは手を入れてベルクロでしっかり固定します。なんでこんな形なのかというと、ノルディックウォーキングは手を後ろに振った時にポールを離すんですね。こちらの映像をご覧ください。後ろに振った時に手を離して、前に戻した時には握ってる、握って離して、握って離して、これ大変難しいんですけど、慣れれば誰でもできます。次に地面につく先端部分の違い、これは先ゴムと言いますが、この先ゴムの形が違います。ポールウォーキングはこのように接地面が丸くなっていて、360度どこでもついて歩けます。ノルディックウォーキングはこのように先が尖った形をしています。後ろにつく後方スタイルなので、地面に対して斜めについた時にしっかり接地するようになっています。ちなみにシナノのノルディックウォーキング用先ゴムはポールウォーキングのように毎月でも使えます。先端部分が接地できるようにこのようにカーブしています。というわけでまとめです。ポールウォーキングの持ち手の部分は横から手を差し込み、軽くバンドで留めます。ノルディックウォーキングの持ち手の部分は手を入れてしっかりバンドで固定します。ポールウォーキングの先ゴムは丸くて360度どこでもついて歩けます。
ノルディックウォーキングの先ゴムは尖っていて、後ろについた時にしっかり接地するようになっています。先ゴムの詳細やおすすめのポールは下の説明欄に書いておきますのでご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。バイバイ。